今回から女子が70から501に変わったっていうので、なんかどうなるのかなっていう感じは今日あったんですけど、ファットブルですよね。そうです、ファットブルのマストアウト。そうなんです。圧倒的に先行がやっぱり有利なんで、まあ、そうですよね。どこ、まあ、言ってしまうとその9ダーツを狙いに行くのか、それとも、まあ、先行は多分ブルで堅実に行くと思うんですよね。あ、はいはい、はい。で1本じゃダメだもんな、やっぱり 2,3 本ミスる、ちょっとこの2人だと考えづらいんで。そうですね、はい、どういう戦いを見せてくれるのか。クリケットがこう勝負目になりそうな気がしますね。あ、なるほど、はい、クリケットはやっぱりそう、先行でも後攻でもやっぱりひっくり返すチャンスが出ますね。ですからね、はい、しかもこのなんていうんですか、往年のライバル同士確かに、はい、で昨年は 年間1位と5位の戦いということで、はい、まあ、50になったらちょっと変わって、順位とかもね変わってくるのかななんて思いながらも、やっぱり2人は、ね、残ってくるんですね。上に残ってくるんだなっていう、なんかやっぱり元々 ね、もう可愛いですし、もう実力もありますからね。うん、これはでも先行欲しいですよね。そうですよね、やっぱちょっと先行をもらえた方が心の余裕はやっぱできるもんですかね。最初のやっぱり70だとまだまあ分かんないところはあるんですけど、うんうんうん、50だとそうです、ね、いやでも微妙ですね。高校好きっていう人は、まあ、結局1回ずつこう先行は来るんで、そうですね、はい、やっぱりクリケだったんですよ。これアゲインじゃないですか。アゲインっぽいですね。アゲインですね。あ、そうバチバチじゃないですかもう。このでも上に刺さってる時って2本目投げるのってどうなんですか、はい、これはやっぱ当たるんですよね。そうですよね。でソフトチップをブニャンってなるんで、うん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 、弾かれることがやっぱりずれて投げる、今ずれてるんですけど。あ、なるほど。これはやっぱ嫌だなって思う気持ちはやっぱ、はい、絶対あるんですかね、マスダプロにも。あります、あります。さすが、やっぱそうですよね、はい、うまいです。今上から2本刺さってる、上から落として入れてるんですよね。そうですね。これをできる技術高いですね。うん、もう素人の私には到底いやいやいや、もうゆっくりこう分かることは全部喋ってるんだろう。あ、もう、はい、構え直しました。構え直しておお、これは勝ったんじゃないですか、まあ、あっかりちゃんじゃないですか。白黒ですかね、はい、多分1ビット勝ってると思います、うん、はい、すごいですね。白黒での50スタート、これはちょっと僕いきなり映さないでくださいよいや、いいです、いいです。いや、これはちょっと技術高いですね、2人とも。本当ですね、楽しみです。先行が大城選手、白プロみたいですね、はい。まあ、言ってしまえばここは絶対落とせないっていうプレッシャーもあると思うんです。あ、そうですね、50だし、はい、ちょっとハットを決めてスタートしたいってやっぱ思うんですかね。逆にハットトリックを1ラウンド目に出せるともうすごく有利になるんで、気持ち的にも、はい、飛んですね、はい、飛んでもいいんです。次ハットハット出すと82点なので上がりやすい数字ですね。さあ、ここはプレッシャーかけたいですね。そうですね。あ、でもまあまあまあ、ウィンブル率高いですね。そうですね。あ、ナイスオン、ナイスです。ここでやっぱりこう50なんで、これをハットアップ出すと95点、うんうん、なんでやっぱりブル4号、あ、両方ともブル1本使えるっていうのが大きいですよね。280ですか、はい、280です。残り点数っていうのもやっぱりそのキャッチっていうその狙ってないところに入った数字でも10分は左右するん で、うん、そうですね、50は特に早い勝負なんで、うん、いいところに入ったらそうなんす、いい感じのアレンジになってくれたりもするし、言ってしまえばもう変なところ入るなら1入ってくれた方がいいよな、でも全部ブルで終わる、はい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 、これはまだ分かんないですね。分かんないですね。ハットトリックで130、1、これここで1、ちょっとこれでもう出ないですね。上がり目が出ないですね。79まで、まあ、2本目から変えても変えたらまだいけますね。2本目に60打っていくと159で上がり目が出たんですけど、あえてそこはじゃあ狙わずブルのままだったんですね。はい、これでラッキーなんですよ。ブル2本で170上がり目出る。そうですね、もう1本ブル、あ、もうナイスですね。
さすがまみ先輩。さすがです、はい、いきなり174番は上がれるトライアル、うんうんうん、トライアルはね素晴らしいですよね。もうここはもう分かる、一発で上がれる筋でプレッシャーをかけに行く。何を狙った？多分13トリプル狙ったんです。あ、なるほど、はい、79点なんで、はいはいはい、マスターアウトなんで今のは19でもいいんじゃないかなみたいな。ここはうわーもう堅実ですね。最近女の子のレベル高いですね。そうですね、ブル外さないです。皆さんうまくってびっくりします。これは17かな、15かな、15から来ましたね。15ダブルか10トリプル、10トリですね、どっちか。15ダブルですね。マスターアウトなんで15シングル入っても5トリプルまだ残るんですよ、はいはいはい、ダブルだとちょっとあれですけどね。そうですね、アウトで入らないとってことですよね。1本目外に投げないと、はい、さあこれは17トリプルかな、はい、で10ダブル、はい、ここは大内選手はもうあのスティールをやり尽くしてますからね、うん、もうアレンジはスッと出てくると思います。おお、はい、ゴーマルしびれる本当ですね、はい、見てる僕がしびれます、うん、これ、はい、これはどうするんだろう。15ダブルでしょうね、多分さっき言ってたんで。さっきも狙った通りのまま変わらず、そうですね、10トリプルでもいいんですが下に落ちるとバーストしてしまうんで。あ、ナイスアウトです、はい、ナイスアウトです。これは、はい、まあ、でもここは順当通り先行がキープした形なんで、内、ね、はい、選手は今のブレイクしたかったですね。この後はじゃあ、まあ、クリケ、はい、クリケット、ここ多分勝負のクリケだと思います。そうです、ね、キープキープしていかないと、うんうんうん、まあ、さあまずは60ですね、はい、20トリプル。かっこいいですね、はい、うわー、180ナイスですね。ナイスです、はい、それにこれに返してくるのか。でもまあ1ラウンド目なんで、うん、7本は欲しいですね。7本、はい、失敗しましたよ女子ですよね。まあでもその中でもね、やっぱトップ、ね、トップのお二人が今戦われてると思うので、すごいですね。これは点数が6点なんで、プッシュに行くのも一つの手。そうです、あ、60合ってますね、うん、攻める、さすが先輩いやもう、はい、もうどっちも先輩みたいな。そうなんです、どっちも先輩です。ここはやっぱりこうプッシュしたいですね。そうですね、もうどうするんだろう。もう1本入って、ね、行きますかね。いや僕なら行きます。お、これは点数が、おー、うわー、99ですねさすが、はい、さすが先輩先輩あかり先輩展開きつめですね。気が抜けないですね。抜けないです、抜けないですね。でもやっぱり最低限狙ったところの枠を外すと多分一発で終わってくるような今張り詰めた空気になってるんで。そうですよね。ここはでも今絶賛9点ですからね。これまでも合ってますね。かわいい、かわいい、確かにかわいい、はい、やっぱ後ろプロってこういうなんか投げてる時の素振りがやっぱかわいらしいですよねいや、もうみんなかわいい、僕から言わせてもらうとみんなかわいいです、みんなかわいい、はい、特に、いやもう先輩なんでも
だいぶ先輩推しが先輩もあの縦社会なんで僕たちは縦社会だったんですね。縦社会ですね。それは知らなかったもうでもこれはね、やっぱりこうなるべく加点して今3点オーバー、うんうん、ちょっとでも行かないと走られると思うんですよね、うん、そうですね。大城選手は19を持ってるんでプッシュからですね、クローズ行かない行かないですね。これで行くんですね。これはまあ要はその54点以上差がついてるんで、うんうん、ワンチャンでひっくり返せないって判断だったんです。さすがですね。ここは守りたい。そうなんですね。これやっぱり19と18の差で、うまくできてるんですよ。ちょっと足りないところあるんですよね。ここはクローズの多分加点だと思うんですが、19トリプルに入れば加点ですね。でも点差が39点なんで、まだ40次16トリプル48点、これは6本でもひっくり返る数字ですから、なるべく多く入れたいですね。もう1本、あでも5本ギリギリ7点負けですが、まだ15があるんで、まだ分かんない、分かんないです、全然分かんないです、はい、もうブル締めるまで分かんないです、ダーツは。はい、プッシュかもしれないですね。プッシュしてから安全にクローズするっていう考えでしょうね。ここはもう大内選手点数低いんで、ひたすら盛る。19点。そうす、枠を外すときつくなってきますね。シングルでもいいからやっぱ入ってるところが重要みたいな。トータルして3本外したらもうそれだけトリプル1本分変わってくるんで、15ナイス5ですね。1本でクローズしてくる。ここはもうゼガヒでも5本以上は欲しいですね。5本でもちょっときついっす。うおー、でも最低限5本。わかるー下に2本ついて、その最後が狙いですよね。なかなか難しい。いや、その狙いすぎたゆえにって投げて、投げた瞬間外れたってわかるっすよ。あー、きつめがきつい。すごいですね。これは強いですね。いやでもまだ2レグ。次は大城選手先行のクリケット 6.0、うん、大内選手も 4.62 って悪くはないんですけど、やっぱり6打たれるときついですね。きついですね。いや、うん、っていうか6ってねえ、メンズ並みのメンズでも上の方ですよ。そうですね、アベレージ6打つ人いないんで。確かに、あのすごいな。強かったですね。いやー、去年のやっぱり女王として、そうですよね、おそらく塗り替えれないんじゃないかっていうような点数を取った大内プロ。はい、あ、もう自分耳障りって書いてますね。え、何ですか。照れる照れる。解説こうそんなこと言わないでください。PDC 解説はPDC、 すみません、ここはパーフェクトなんで、あの、はい、パーフェクトの解説をしたいと思います。あ、でも褒めてくれる人もいます。僕はいいところだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろもう、はい、ね、やっていこうっていうので、今回ちょっと初めてやってみてます。パーフェクトは変わるんです。はい、2024年のパーフェクトよろしくお願いします、はい、お願いします。もうこれ結構手つけられないぐらい、なんかこう集中してるんですよね。多分7本どこかで止めないといけないです。止めるのには、はい、ナインマークとかナインマークとかが必要になってくると、はい、ここ18ベッドとかそういうの欲しいですが、
グルーピングしてますね、はい、ナイス、ナイスカバーです。これはもう18、26点差クローズからあ、たまに反応しないことがあるんですね。そうですね、タイミングが悪いと。タイミングがちょっとね、はい、たまに、はい、17 17いってますね。先締め、これは通常のセオリーだと、うん、やっぱり18をクローズした後20で盛る、加点するっていうのがなんですが、多分2箇所持ちに行き、相手にプレッシャーをかけ、プレッシャーをかける気持ちで17に行ったっていう感じなんですね。はい、こうなるともう大内選手はもう18トリプル、20トリプル、17と3箇所ラインマークを出さないと繰り返らない。いや、かわいい、くしゃみもかわいいもう何でもかわいい2人ですね。はい、でもここ82点なんで、はい、20を4本だと届かないんですよ。入れるな。でもここは一旦加点でしょうね。こうすると18点差になるんで、ワンチャン出ますね。どうするんだろう、1本目シングルだった場合。惜しい。あ、花粉症なのかなって。ごめんなさい、私ですよね、すいません。ちょっと会場寒かったりして、ちょっとちょこちょこ見てください、あかりちゃんも可愛い人はそうなるんです。いいと思います。いいですか。はい、OK です。はい、これはちょっともう点数がなかったので、ここ行くのかな。お、行きますね。行きますね。これ3本目も行くんじゃないですか。おお、行きました。はい、で2点差、ここはチャンスですね、大内プロの。はい、ここは 5-4 に入ったなら僕は行きますね。これだと60-51、あるいは60だけ消してもう1回プッシュっていうのも。で戻りますね。戻りますかね。はい、ナイスタートですね。これで70点差でも20を持ってるんで、20に4本入ると1本で消されてしまうんですね。うんうんうん、今のはちょっと勝負どころではありましたね。これで消されちゃうんですよ、18が。そうですね、はい、すると10点勝って2箇所持たれる、うんうん、で次の手数字は16になってくるんで厳しくなってくるんですよね。どんどん、ね、点数が低くはなりますからね。はい、トリプル入れたいですね。入れたいですね。ナイスカバース、これ、これ6点。かわいいとかいらん、ね、かわいいもんかわいいんですよ。かわいいから褒めちゃうんですよ。はい、はいはい、仕方ないですもん、男の差がです。同じね、女性というか女でもかわいいと思いますから ね、はい、いいじゃないですかね。あ、分かってるということですね。これまた先締めですね。そうですね、今日のこの回は多いですね。なんかあんまり、ね、大城選手そういうイメージはないですけど、これはもうさあどうする。プレッシャーをかけるために勝ちに行くんであれば60いった方がいいと思うんですけど、プレッシャーかけるのは16もありですね。うわ、行きましたね。これで素晴らしい、全部締めてもまだブルが残るんで、ブルに4本入れれるっていう。どうですかね、僕クローズトライ行きますかね。僕ならクローズから行きますけど、ブルかな。あ、行きますね、17から。多分次は15じゃないですか、見てると。うわぁ、惜しい。あ、でもイングルですね。はい、イングルって相当高いですよね。イングル、ここにイングル入れることによって、うん、次もし大城選手がハットトリックおよび3本で消せなかった場合、イングルに、あ、でも点数は勝ってるんですね。ワンチャンが、ここでプッシュされても20点だったらインブルからのワンチャンが残る。60吸い込まれるようにレベル高い。あ、でもここは一旦60のみですね。60のみですね。ここも大内選手はもうブルで
そうですね、もう入れるだけ入れたいという感じですかね、はいはい、インブルに入れるって考えるよりはブルを外さないって狙った方が、はい、これでもうインブル入っても点数は超えないので、もうこれは大城選手のブルに行くのかな、行くんですかね。僕1本目あでもこれ29秒なんでアウターでは帰らないですよ、うん、ここはこれは本当にワンチャンインブルからのクローズしかないですよ。大内プロがインブル入ると381点で点数を超えるので、うん、そしたら締めるチャンスが生まれると、はい、外側ですね。とりあえずは引き離すブルで、はい、今21点、うん、20のシングルだともう1本、トリプルだとそのままブルですね。もうさあ、お、これ20シングルだと、はい、だと点数を超えてないの で、もう20いく、このまま行くしかないですよ、はい、でこれまたこの19点なんで、このアウターからのワンチャンがあります。分かんないですね、アウターブルの、はい、これはまだ分かんないですよ。大内選手も集中してる、はい、この眼光が、さあ来ましたね。どっちから行くんだろう、20かな、なんか20ですね。さあこれ勝負の45、15トリプルですね、いきますかね。うわー、ナイスアウト、これは素晴らしい、ま、素晴らしい、粘りましたね。見てると、はい、なんかこう簡単に決めてるように思うんですけど、あのただの4-5じゃないと重いんですよ。重いですよね、外すと負けるんで。そうですよね、はい、あそこはもう絶対狙うなら入れなきゃいけないという場面ってことですよね、はい、大内選手やっぱりそのこの間、うん、スティールダーツの方でも世界大会の方に行かれて、はい、行かれてましたね、はい、絶対そういうの経験でこうメンタルの方ね使われるものなんでしょうね。ああいう痺れる場面何度も来るんで、で逆にここは大内プロの先行なの で、 そうですね、ここは取りたい、で5レグ目に持ち込みたいですね、うんうんうん、これが2位は悪いですよ。いやでもナイスカバス、はい、ナイスです、そうっす、あでもマスターウッドなんで99の子ですね、同じ点数ですね。本当だ。これはもう次ブルを外すとちょっと100点台に入ってきちゃうので、4ラウンド目が、うん、お入ったからいいけど、本来なら15からの方がいいよね。あ本当ですね、ただその20を消した方が、次そのもし20消してブルに戻った時に、20があるとないだと点数の取り方が違うんで、ここはどうですかね、僕も20いくかもしれないです、はい、プロも3箇所だった場合、ダブル2つ入っているやつは後に残したりするんですよね、うんうんうん、これ近い、なんか似てる気がするで1本上回ってますね、大城選手で、342はハットトリックでは出ないんですよ、はい、でトーン80に行くのか、そのままブルーなのか、ブルーですね、ブルーですね、192入って、はい、で上がりが出ない、で大城選手はハットトリックを出すと142点、うん、ブルブル14トリプルって上がりが出てしまうんですね、はい、先行後攻が入れ替わるかも、もうですね、はい、変わってしまうんですね、変わりましたね、はい、大城選手はこれを2ラウンドで上がれば、あ2ラウンド1ラウンドですね、うん、でもブル2本使えるっていうのがやっぱりここは削ってプレッシャーをかけたい、もう1本、おお、まあでも75点はまあ、はい、
まあ別にいろいろ選択肢にある、はい、まあ、15がセオリーなのかな、マスターだと、はい、これはブルブルの操作、これを決められたらまあしっかり、やっぱりさすがにちょっと落ちましたね。でも縦ラインは合ってるんで、僕だったら寿命縮まりますね縮まっちゃいます、はい、これは15、まあ、でもこれその後、まあ、でもそのままあそこら辺はもう確かにちょっと外れてずれてもそうです、トリプルラインでも中入ってもまあ3本目にはブルートライできる。さっきそのクリケットでも決めた15トリプルですから、そうですね、はい、決めたいところでしょうという、決める、しかもさっきのクリケットと同じ場所に入ってるんで、狙いすまして入れてますね。はい、いやさすがです。さすがにね、負けないぞという気持ちが、はい、強かったのか。いやもう僕の見立てですよ、はい、ザ・ライバルですよね。まあそうですね、はい、バチバチこう本沸かしてるんですけど2人とも、うんうんうん、いやナイスですね。これは次先行取った方がやはり有利。そうですね、はい、ゲームは多分ここはクリケットになるんじゃないかとは思うんですが、そうですね、なかなかねやっぱ50になったこともあって、はい、なかなか、ねね、チョイスで選ばれる方は減るのかななんてはちょっと思ったりもするんですけど、セパレートブルであればまだ分からないっていうのがあるんですよ。ちょっとブル3ビット、2、3ビット下ですかね、2ビットかな。お、これは微妙じゃないですか、アゲインじゃないですか。ああ、お城選手先行、黒が取りました。これはこれ準決勝なの、決勝かと思ったって。本当ですよね、準決勝なんですよ、これが実は準決勝なんですよ。なかなか熱い準決勝を今お届けしてます、はい、まあはい、まあよく当たってる2人かなと思うんですが、まあ、確かにそうですね、まあはい、すごいですね、もう切磋琢磨みたいな感じで、どれだけ入れるのかが。これは1ラウンド目はまあ多分オープンできればいいと思うんですよ。オープンはあるいは5本とか1本トリプルに入れたい。ああ素晴らしいですね、ちゃんと入れてきますね、はい、もう大内選手はどこかでひっくり返さなきゃならないんで、そうですね、はい、ただ早い展開で60を締めないとさっきみたいに追いつくのが大変になる。はい、ちょっとだいぶずれちゃったのかな。隣のトリプルですね、はい、これはもう、はい、開けたいです ね、 ですね、最低でもオープンはしたいです、はい、上ですね、いいところについてますね、うん、これおー隣、これはちょっと厳しい感じですかね。そうですね、大城選手はそのトリプルっていうよりも19開けるとグッと勝率が上がると思うんですよ、ね、うわで18いくんですかね、今回は。うわなんですかね、これは詰め方が、ここは点数取ってさっきのようにワンチャンを作って、うん、なんとかひっくり返す方法に行きたいですね、はい、うんうんうん、まずは18、18は、はい、トリプルに入れていかないと、うわなかなか厳しいですかね。きついですね、これは18開けると4箇所になるんで、うんうん、1ラウンドで返せなくなってしまうんですよ。うん、そうするとかなりすると、しかも点数ハイナンバーを全部取られて、これはきつい。きついですね、これはさすがに。これはでも、まあ、まだ何があるかわからないんで、うんうん、まあ、そうですね、最後まで、はい、16トリプルに入れる、はい、ナイス、もう一本欲しいですね、うん、8点。逆に大城選手はもう3本使ってもいいんで締めてしまえば、そうですね、っていうブルのみと、そうですね、もうブル3本でそこで5箇所持っちゃうんで、これはもうどうにも今の段階ではできないで、もう
とにかくブルに入れる。一本でも多く。一本でも多く入れる。はい、ここで。たださっきの感じ見てると大城選手ブルを外さないように出てきそうですかね。おお、シングルですね。あ、シングルで2本で、はい、本当のリーチなんでこれは1本か。これは点数をオーバーしたら先にブルを締められると2ラウンドかかってしまうんですね。でもとりあえず17点はオーバー。もうこれはもう僕だったらブルから、でもはい、ね、しても20に1本入れば19でも17以上どこでもいいです。いやこれはもうちょっとあれでしたね。最初にやっぱ安定しているところで大城選手が2ラウンドをミスった。やっぱりそこが後攻なんできつかったっすね。ついてってどっかのタイミングでやっぱこう相手が5本出したらやっぱり5本は出す、うんうんうん、で相手がちょっとミスった時にワンチャンでひっくり返すっていう形を早めに作っていかないとどっかで仕掛けなきゃいけないんですよ、はい、ちょっと大城プロが走って結果ついていけなかったので、まあ、ちょっとね、これもう本当なんていうんですか、勝負のあやなんですよ。1ラウンド目もしあれが19に6本以上入ってたりするとまた違う展開になってたんで、やっぱメンタルスポーツゆえんの、ね、はい、